国連緊急平和部隊は、個人参加の民軍連携による新しい国際、平和活動の一つ。英語での略称はアンエ n e p s ン n e p s は2005年、国際連合サミット報告書に明記された、保護する責任と深い関係を持つ。既存の国際平和活動を代替するのではなく、保管する役割を担う。各国の軍隊が派遣されるわけではなく、 個人単位で国連に直接募集される各国各分野のプロフェッショナルが国際連合安全保障理事会直下に組織される。つまり国連独自の常設平和部隊が創設されることになる。ただし2008年現在発展途上の構想であり既存の組織は存在しない。アンエップスでは文民、警察、軍人、司法、緊急支援のプロフェッショナルなど 各国から幅広く1万5000から1万8000人規模の個人が自由意志で集められ、直接国連事務局の下で勤務する。紛争解決、緊急支援、平和構築、環境対策などの特殊スキルを持ち、アンエップスの基地で常時訓練を受け即応体制を維持する。既存の国際平和活動を補完し、紛争地に最初に入り最初に出る、ファースト、 インファーストアウト能力を保有することで緊急時に迅速に安定した国際平和活動を行う。アンエップス推進 NGO 連合に参加する主な団体は次の通り。現在、このアンエップス連合を中心に多くの団体が構想への賛同を広く世界に呼びかけている。米国議会ではアンエップス構想を支持し、 米国政府に創設支援を促す決議が2005年と2007年に提出されている。概要、概要。ありがとうございます。